いろんな視聴者に日々注目されている女子アナの皆さん。中には放送中の発言を取り上げられてしまい、大炎上することも。そんな女子アナ4人をご紹介します。高橋真麻。2022年8月18日に放送された、スッキリで、フリーアナウンサーの高橋真麻アナが、旧統一教会について発言したものの、視聴者から反発や疑問の声が噴出、物議を醸しました。元首相の安倍晋三氏銃撃事件をきっかけに、世界平和統一家庭連合、旧統一教会、と、自民党の関わりがクローズアップされていますが、この日の、スッキリ、でも自民党の萩生田光一政調会長と、生稲晃子議員が、参院選の選挙運動中に、旧統一教会の関連施設を訪れていた問題を取り上げていました。こうした旧統一教会と政治家たちの切っても切れない関係について問われた高橋アナは、濃淡のレベルのつけ方も難しいですよね。どこまでが良くて、どこからがダメかっていうのも難しい、とコメント。続けて、霊感商法で助けられたっていう人もいれば、訴えるくらい悪質だっていうのもある。今後、霊感商法についてどこまでが OK で、どこからがダメかって線引きが、すごく難しい問題なんだなって思うんですよ、と、知見を述べました。高橋アナの、霊感商法で助けられたっていう人もいれば、という発言がクローズアップされて大炎上。霊感商法で助けられた人なんていない。高橋真麻が霊感商法で救われた人もいるって発言してて耳を疑ってしまった。霊感商法に救われる人間なんていないぞ。高橋真麻、霊感商法で助けられた人もいる。幻聴かと思った、何を言ってるんだ、この人。などと猛批判を浴びました。翌19日、高橋アナは自身のブログを更新。コメンテーターとして言葉選びを間違えてしまい、大変申し訳なく思っています。霊感商法を肯定する気持ちは1ミリもありません。と説明。ここで改めて訂正させていただくと、共にアナウンサーとして、そしてコメンテーターをさせていただいている立場として、言葉の選択を誤ったことの重大さ、影響力を感じ反省しております。と謝罪しました。和久田真由子。歴代の NHK アナウンサーの中でもナンバーワンと称される美貌を持つ和久田真由子アナ。2020年2月11日に放送された NHK ニュースウォッチ9の番組内で、東京オリパラ大会組織委員会の森喜朗会長の辞任を伝えるニュースでの発言が大炎上しました。2021年2月3日、森喜朗会長が日本オリンピック委員会 JOC 臨時評議委員会で、女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかりますなどと発言しました。この発言が女性蔑視と受け取れる内容として批判を浴びました。翌日4日、森会長が記者会見を行い、オリンピック・パラリンピックの精神に反するものだと不適切な表現だったと認識している。発言した件は撤回したい。不愉快な思いをさせた皆様にはお詫び申し上げたい、と謝罪。会長職は続投の考えを示した。菅首相は、今回の発言はあってはならない。橋本オリンピック担当大臣は森会長に対して、あってはならないことだという考えを、強く申し上げさせていただいた。国際オリンピック委員会 IOC は、森会長は謝罪した。この問題は決着したと考えている、と声明を出しました。2月8日にはオリパラ組織委員会が週内にも理事会と評議委員会による臨時会合を開き、スポンサー企業に対し一連の出来事について説明を行いました。森会長の発言後の5日間で、大会ボランティア約390人の辞退を公表しました。それについて、自民党の二階幹事長は、どうしても辞めたいなら新たなボランティアを募集する。
と発言して物議を醸しました。そして2月11日、ニュースウォッチ9の番組内で、この問題、森会長の辞任で終わりというわけではないですよね。むしろ問われているのは、今後同じようなことがあった時にも、黙って受け流さずに自分たちの社会をその都度問い直せるか、その努力を重ねていけるかだと思います。この発言が大炎上しました。NHK、和久田真由子アナ、森会長が辞任したから、と言って済む話ではありません。謝罪しても、発言を取り消しても辞任しても、許さない NHK 和久田真由子アナ。これから NHK の不祥事も許さなくていいってことだよね。NHK 和久田アナ、森喜朗氏が命を絶つべきというのか？ NHK の和久田真由子アナ、森会長の件で女性軽視に、厳しい立場を取っているんだから。当然ウイグル問題がある北京五輪の開催は反対ですよね。和久田アナがウイグル問題で中国を厳しく追及するのを期待してますよ。NHK の和久田アナが辞任したくらいじゃすまんて、地上波で言ってます。すました顔してリンチリーダーです。泣けてきます自分は森氏にご苦労様って思ってますが。などと、ネット民の猛批判にさらされました。加藤彩子。アメリカ大統領選の開票真っただ中である、2020年11月4日夕方。フリージャーナリストの木村太郎氏が、ライブ、ニュースイット。に出演。大統領選挙に関しての私見を述べました。前回の大統領選時、トランプ当選を唯一予想していた男として有名な木村氏。今回も選挙前から一貫してトランプ当選を予想し、各番組でもトランプ寄りの発言を繰り返していました。しかし、アメリカの事前調査では、バイデン候補が僅差でリードも、トランプ大統領が追い上げ中と予想されていたため、メインキャスターの加藤彩子アナは、太郎さんはなんでトランプ推しなんですか？と質問。これに対し、木村氏は、僕は好きでも嫌いでもなくて、そういう情勢を分析すると、これはトランプ勝つだろうな、という判断をしただけのことです、と返し、生活に関する世論調査や地方紙の社説など、トランプ大統領有利とする分析の根拠を語っていきました。この加藤アナの質問に噛みついたのが、政治問題に熱心な政治中と呼ばれるネット民でした。日本の政治事情に外国人が口を出すことを内政干渉と批判する政治中。加藤アナの推し発言に対しても、どちらが当選するかではなく、押す、押さないという好き嫌いの問題に変わっていると厳しく指摘し、加藤アナに対して、好きなアイドルの総選挙じゃないんだから、押しって、正真正銘の愚問だね。大統領選挙本番の情勢分析に、押す、押さないでコメントする人間は普通いない。ただ、好きで押してると思っちゃってるのか。冷静に分析してトランプ勝利を予想しただけでトランプ支持ですかって、こういう感覚が一番怖いなど猛批判を浴びせ、ネットは大炎上しました。釧路も恵美。現在フリーで元フジテレビの釧路も恵美アナウンサーが、2019年9月1日放送のフジテレビワイドナショーに出演し、ダウンタウンの松本人志さんへの発言で、初めて大炎上を経験し、もう吐きそう、と心情を明かしました。18日のワイドナショーで、女優の新川優愛さんのロケバス婚の話題で、釧路アナの恋愛事情に話が及び、松本さんから、すげえコンパしているらしいですけどね、と指摘を受け、釧路アナが、してないです。本当にしてないです、と全力で否定。なおも、追及を続けた松本さんに、最後は、釧路アナが、ほんと嫌い、干されればいいのに、と。指原莉乃さんが以前、ワイドナショーで松本さんに、対して発した言葉を引用する形で返し、笑いを誘う場面がありました。
しかし、このやり取りで、釧路アナのインスタグラムには、批判のコメントが300件ほど殺到。大炎上になったそうです。釧路アナは、お前ごときが身分をわきまえろと。まさにその通りなんですけど、と恐縮しきり。釧路アナは寄せられた批判コメントもすべて読んだといい、番組 MC の東野幸治さんから、今日、本当に収録に来たくなかったということです。と話を振られ、釧路アナは、ここ、座っているのがギリギリ。もう吐きそう、と苦笑しました。落ち込んでいる、という釧路アナは、こういう場合、どう返したらいいんですか?と、指原さんに意見を求めました。指原さんも、サービストークでノリで、こう言った方がウケるという時もある。その場はいいとしても、周りが許してくれない。ご本人は良くても、皆さんのファンの人に、何を言ってるんだ、こいつは。って思われちゃう。あまりに松本さん、東野さんに惑わされずに。とアドバイスを送ったそうです。